話し芝居、コメンタリー法、コメンタリー。どうも、アナログスイッチの藤木陽一でございます。この企画はですね、本編の方にですね、特典動画で、脚本演出家さんがコメンタリーをつけてくれた動画に対してですね、さらに役者がコメンタリーをつけるという、なんでしょうね。逆ドッキリみたいな感じなんですかね。まあ、コメンタリーがもうミルフィーユ状態ですけどね。まあ、それを撮っていこうかなって思っております。まあ、でですね、まあ、演出を、まあ、結局はその、まあ、演出プランとかもらって、まあ、他の役者さんがどうしたかわからないですけど、まあ、結局は自分で撮影してね、そこにね、家に来るわけにもいかないから、演出家さんが、自分で撮影して自分で、ね、演出つけた部分も結構あったりはすると思うので、この本編にね、役者、演出家がコメンタリーをくれるっていうのはすごいありがたいことで、すごいいい企画だなって思います。なんで、それに対してのコメンタリーってことになるので、まあ、だから、ありがとうございますっていう企画になるのかな、これは。まあ、でも基本僕そのダメ出しとか聞くとどんどん落ち込んじゃうタイプなんで、まあ、なるだけテンションは上げていこうと思います。それでは本編スタート。いや、これね、もう、ああ、こちょっれと大な、事こなんですれでけすどね、ね。これ佐藤さんのいや、この初っ端な言いまいい値段すけつどけね、てみるたいなのは時のやっこぱりすごいのなって笑最顔、近思うんですよこね。れめちゃくちゃダメ出し多い時だなっていう時の顔なんですよね。だからもうだからもう落ち込んでます、今すでに。さっきも言いましたけど、これ、なんとか部屋をきれいにせあ、ようそうとなんです。ね、これ部屋をきれいに見で、せよう考というえたでか、しょうまあね、いろいろね、レッそサーの、テンからのこのね、これ、まあちょっとねお話しさせてもらう家のと、そガのラ僕スのが家がね、かな古りいだ古いんろうですかよ。ら、まあそれ古もいある家にんじゃ憧ないれのかて、なレとトかロね、な家心に憧配れしてて、しまいますこうね。探して引っ越してきて住んだっていうのがあるんですけど、まあ古すぎたというか、まあ築54年なんですけどね。まあ、そたれだにそ久しぶのりに20年まあ後壁のとかがさ、ね、もうすっ人ごをい悩ん薄でくるよね。て、もうティッシュなんですね。ティッシュぐらい薄いんです、壁が。だからまあプライバシーがダダ漏れ、それぐらいなんですけど、まあね、古くて悪かったところっていうのは、まあ悪くないか、いっか、プライバシーぐらい、みたいなことなんですけど、まあ、だからこの画角をね、探してるときこれに、ね、そもうの、要ちょっは、とテンポよく服装僕変んち元え一軒家を5部ー屋っにていう分のを譲夢し見てちゃっるたん家だけで、ど、だからそまあの、なかな下とか、か元リ実ビ際ンじゃ住グ、めない元とダイころニングだった場所が101、まあ102まあみたいなまあで、まあまあまあで、まあまあ上まあはそまあのお見姉てちいゃん、たおだ兄くちゃんと、がまあいた部屋みたいなと確認ころはがまあ20まあ1、出たりし20なにがみたいらなっ別て、数回当で、てながだらかのら、そ前の、提として、まあ実際それ元が個物人件のとし部て屋、ただの元個人の部屋だった場所を家にするわけだから、そこにお風呂とここか絶トイレ対とかキッチンを俺つもけゼなロきゃい3にけなないるわっけじゃていないう、ですか。だから、絶対意俺ん識していちにたと思うん変だなかとら、ころにお風呂の扉があるのよ。もう見えた、実透際明そのこさ、まで行っちゃっプたラらスチッもうクではない、透明ではないけどさ、そのプラスチックのさ、その透けてないさ、でもなんかあるじゃないですか、そのそうね、銀サそッシ、うね、銀のさ、枠のさ、お風呂の扉みたいなやつあるじゃないですか、あれが部屋の壁の真ん中にあるんですよ。だから、そこを映しちゃうと、もう絶対、なんでこの家、そこにお風呂あんのってなって、この集中できないだろうなと思って。もう唯一取れるのがこの窓ガラスのところと、この何もない壁のところしかなくて、だからもう2面しか使えなくて、もう家の中しっちゃめっちゃが撮影してる時にも、全部家具動かして、家具っていうか、まあ1枚180センチの、180センチ、90センチの1個の板が僕んちあるだけで、それを作業台みたいな感じでテーブルにしてるだけの家なんだけど、もうそれをもう動かしまくって撮って、だからもうまあ言い訳みたいになっちゃうのって嫌ですけどね、これは。だからこの、そう姿見とかもね 難しいんですよね、この姿見の位置とかもめちゃくちゃ難しかったこれな。ね、秋葉の時もそうでしたけど、これなんでテーブルの上にアイロン置いたかなっていうね、アイロンはこれがかわいいポイントですよ、これアイロンは。てかまあ、だから本当ないんだよな、そのアイロン アイロンす富士る急場所行がくもうオレのンみジんここなしかまないたんだよやね、めたこらのいいんじ板ゃのない上かしな。か。ああ、これそうですね、違うんです、これ。これね、僕、
昼っていうカーテンを閉めたのは、そのまあ前のテイク、前のカットのところ、カット1、2のところが、そのレースカーテンにしてるんですけど、あそこだけ撮影が多分1日ぐらいかかっちゃって、で、その、結局最後らへん撮ったやつとか、もうだから結局絵が繋がんなくて、もう夜になっちゃってるから、もうボツにして、だからもうね、ほんとこれは本当わがままだなっては思うんですけどね、このちょっともうどんだけかかってもいいように、このちょっと、黒い方のカーテンも閉めさせてもらって、まだ結局良かったなって思うのは、結局ここも1日ぐらいかかって、もうトータルなんか3日4日ぐらいかかっちゃって、いやーなかなかね、重ねてでさ、その OK を出すのも自分じゃないですか。だからもうこの延々 OK が出ないというか、あそこはした方が良かったなみたいになっちゃって、すっごい時間かかったんですよね。ずっと喋りがちになっちゃったりする。あ、このズボラ女がのところは、まあ、秋元、あ、言わない方がいいか。まあ、秋元の方は動画見てもらえればね。まあでも、もうちょっと振り切ってもよかったんじゃないかな。もうちょっと振り切った方が良かったですか。すいません。ああ、ありがとうございます。普段ね、いや、そうなんですよね。これだからもう、いやそうね、だからもう本当にな、これがコメンタリー法コメンタリーで合ってるのか分かんないですけど、もう言わせてもらうとっていうか、いやもう俺言い訳はしたくないですから、あれですけど、本当にもう録音をするのが、だからさっきお話した通り、僕ん家は壁がもうティッシュなんで、もうある意味ファンシーでメルヘンですよ、なんですけど、だからその昼間に録音しちゃうと外で遊んでる子供の声が入ってきちゃって、で夜録音すると家に帰ってはしゃぐ子供の声が入っちゃって、だから全部録音が深夜で、で深夜にね大声を出せなかったんですよね。2時3時にで大声出そうとしたら、隣の部屋の人は、あの隣の部屋の人がまた不思議な間取りなんだろうな、部屋開けたらすぐ階段がある間取りらしくて、その階段のきしもとか全部入っちゃって、何回も録音すらも何回もリテイクしちゃいましたね。これ違うんですよ、これペンケースね、前のカット持ってますと分かるんですけど、ペンケースがあるんですけど、それまでそれ越しで撮ってるんですけど、ちょっとこのねシネマカットに画角をしてもらったおかげでちょっと映んなくなっちゃって、いらないなって僕も思ってます。あれ失敗したなって思ってます。ねえ、女性に慣れてんだろうなこいつな。じゃあ女性に慣れてないよ、掘り乱すっていうか、もう本当にどうしたらいいんだ。でもラブレターは本当に書いたことないです。ちょっと人生経験甘いな。ラブレターを書いたことってあるんですか皆さん。一回もないんですよね。女の子にねラブレター書いて苦しんだことあんまないのかな。告白したことあるのかな。恥ずかしいみたいな、ないのかな。なんだこの思い出しの時間。あーでもこれあれなんです、その特典動画のサトシのコメンタリーの方の特典動画最初にあったんですけど、その僕が最初絵コンテを持ってきたみたいな、そのまあこんな話をしたいみたいな感じで絵コンテを書いて、で出して、でまあちょっとまあ絵コンテ書いてる段階でこれ、あやっぱこれ面白くないなって思って、まあ出し切って面白くないなってさらになった上でお話して、まあまあはいそう、うんはいそんな感じですねみたいな感じになって、まあそれ最初書こうとしたのはその本当の自分の母への手紙、実母への手紙を書いた話を書きたくて、まあその何この今ねなんかコロナで落ち込んでたりとかするかもしれないなって思って、その手紙を書こうと思って手紙書いたっていう話だったんですけど最初で、まあそれでなんかお話ししてて、でなんかその高校時代の思い出みたいな、あじゃあ最初はあれか、そのガーベラと本当はまた桜のパターンもあったんですね、お花が桜だったらパターンもあって、でそのなんかそういう思い出あるみたいな、桜の大戦の思い出あるみたいな、でたまたま僕高校が桜が有名な高校で、でこのタイムカプセルがなくなったっていうのもこれ実話で、まあ、なくなったっていうか
本当に僕も開封行事が中止になったんですよ。でそれもなんかその桜のさミッキーみたいなとこあミッキーがあるじゃないですか。そこにさなんかこうソメイヨシノとか書いてるさこの札みたいなのをくくりつけてるやつあるじゃないですか。その横に、何年の何年何組が埋めたタイムカプセルの場所みたいなことを示した、示してんのにそれがもうなくなったのか、ちょっと開封作業中止ですみたいなのが本当にこれ連絡来て、だから未だに僕のタイムカプセルは出てこないんですよ。まあ、一個も覚えてないんですけどね、タイムカプセル何を入れたかなって。久しぶりに会った女の子から藤木電話かかってきたらもっとテンション上がると思うんですよね。まあなのでちょっと雰囲気に引っ張られて藤木の良さの話ですね。実際で読んだ時の雰囲気、いやもうちょっとこう上がるのかな、俺テンション上げてノリをこうね、まあ確かになすごくよく話すんじゃないかなと思う。よりよく話すか、そうですね、サービス精神を出していく精神があるところがありますからね。まあ、してて結婚するから引っ越すことになったっていう、まあ、でこの、まあ、実話ではないですけどこれは、まあでもなんかそこまでに、ね、女性遍歴とか、まあ、サトシアも知って、まあ、話したりとかするから普通に、まあね、飲みながらとか話したりとかもするからその時に多分話したのか、まあでも本当になんか昔好きだった人引きずった時とかはあって、なんでそれがこう生きてこないかな、本当に俺何してんだよ。そう ここがね、これで合ってるんですかコメンタリー方、コメンタリーはまだっていうなんかこう軽い方がこの後言われた後ショックがすごく大きい。これでもそのこのシーン電話のシーンのためにあの役者とある役者さんとかにちょっとで何かしらちょっと、まあ、ちょっとここセリフ合わさせてくんないみたいな、電話でセリフ合わせしてみたいな、まあ、セリフにはないんだけどそのなかなか難しくて、なかなか難しくってっていうか、こことかもね、俺だって彼女いるんだからって、俺だって彼女いるんだから普段だったら藤木そう言うと思うんだけどね、ちょっとやっぱ肩が、まあ、ちょっとこれなうん、反省、反省っていうか、いや、またやりたいなーって思うなもっとね、なんだろうな、もっと試したいいな、見てるこっち側は、何言ってんだろうな、それ聞いて誰が喜ぶんだったらしいですよね、すいません、悲しい状況なんだっていう、ありがとうございます。俳優がこう悲しい演技をしてしまうと、うん、まあでも本当になかなか楽しか楽しくはありました、撮ってること自体は。悲しい状況だってお客さんがってる状況というか、まあね、無理して明るく振る、やっぱもうこの全部自分でやるのってなかなかお客さんとしてはグッとあれな部分はありましたけど、やっぱそれがまた楽しみもあったし、こんな時期にねこういうことできるってすごい楽しいことでしたけどね。まあ、あれからずっとガベラ好きなんだよねっていうのは、うん、まあこの臆病な藤木が、うん、そう、あれからずっとガベラ好きなんだよねみたいなこともセリフ合わせしながら、あれからずっとガベラが好きなんだよね俺っていう話とか何言ってるか分かんねえな落ち込んじゃってんのかな、またこれ元気出していかないとな例えば声は明るいけど表情は笑ってないですね。まあなんかこうめちゃくちゃ何回も撮り直したな、全部何回も撮り直してる。でも iPhone のストレージが僕パンパンで、なんかどうしたらいいのか分かんなくて、もうだからもう最初ら辺とか消していく感じになっちゃって、あーあれ消さなきゃよかったみたいなことも出たりとか、あ終わりました、ご視聴ありがとうございましたということで、話し場コメンタリー法コメンタリー以上になります。これは合ってますかはい、じゃあ、ありがとうございました、以上です。